はい、今週1週間は夏休み特別企画です。県内の高校放送部の生徒さんが毎日ここ TSS の屋上からお天気キャスターに挑戦していきます。今日トップバッターは中野さんです。船入高校放送部2年、中野真奈美です。趣味はピアノを弾くことです。3歳の時から始めて、今では耳コピもできるようになりました。夏休みにはシャレオのストリートピアノでも演奏しました。どんな曲を演奏したんですか？私はミセスグリーンアップルが好きなので、ミセスのマジックを演奏しました。みんなが楽しくなれる曲ですね。はい、では中野さん、まずこの屋上の様子から伝えてください。はい、現在の屋上は灰色の雲がかかり雨が降っています。ジメッとしている体感です。そして午後5時の広島市中区の気温は 26.4 度となっています。ではここで私が通っている船入高校を紹介します。今年はパリオリンピックが開催され、日本選手も大活躍しましたが、船入高校でもスポーツが盛んです。先月行われたインターハイ陸上では、船入高校陸上部3年の中島総一郎くんが男子 5000m 競歩に出場し、20分45秒36でゴール。なんと日本一に輝きました。そんな中島くんも昨年のインターハイは4位でした。今年こそ優勝したいと注目している選手の研究をしたり、フォームの改善をしたりと目的を明確にしてトレーニングをしてきました。中島くんは優勝だけを見据えて走りました。ゴールした時は夢を見ているようで、自分のことではない感覚でした。後から喜びと興奮が湧いてきて、達成感もすごくあったんですと話していました。陸上部からはこの他にもやり投げやハードルなど合わせて5つの種目に出場しました。さらに8月20日には船入高校水泳部もインターハイに出場します。競泳競技は佐賀県で行われ、水泳部2年の横谷琴音さんが 100m 自由形に出場する予定です。さて来年のインターハイですが、中国地方を中心に開催され、総合開会式はここ広島県で行われます。私も推進員として活動しています。一緒にインターハイを盛り上げてください。はい、このうちわ持ってきてくださいましたが、マスコットキャラクター、はい、中野さんたちが考えたんですよね。そうです。名前は広島県と言います。広島県と柴犬を合わせて広島県と名付けています。可愛らしいネーミングセンスも抜群ですね。ありがとうございます。ぜひ一緒に盛り上げていってください。はい、では中野さん、明日の天気を伝えてください。では気になる明日の天気です。明日も湿った空気の影響を受けるでしょう。多少晴れ間もありますが、雲が広がる見込みです。降水確率です。県内全域で午前 50%、午後 30% です。予想気温です。南部の最高気温は33度、最低気温は26度の予想です。北部の最高気温は33度、最低気温は23度の予想です。洗濯情報です。広島、かけでは乾かない、呉では乾きにくい、その他の地域では乾くとなっています。広島県の向こう1週間の天気です。20日は雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、23日と26日は雨が降る見込みです。はい、ここでチャレンジ終了です。中野さん、挑戦してみていかがでしたか？インターハイについてのニュースを自分の声で伝えることができてとても良かったです。ここでの緊張具合はどうですか？緊張しすぎて何度か詰まりそうになってしまったんですが、なんとか伝えることができて良かったです。堂々としっかりと伝えてくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さて明日は呉満田高校の2年生が挑戦します。明日もお楽しみに。中野さん緊張していたということですが、私たちが見る限りは全然緊張していなかったですよね。はい、あの広島県可愛いと思います。手に持ってるのはお好み焼きですか？そうですね、お好み焼きとヘラになっています。あら可愛らしいデザイン。インターハイもねぜひ盛り上げていただきたいと思います。はい、中野さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。